こんばんは。隠居5年目速稼塾の久保でございます。現在47歳なんですけども、40歳までに私が作った借金っていうのは、その時認識できたのが2800万、後からしっかり計算してみると3500万ほどあったことが分かりました。でね、たくさん借金があっても私ね、借金にあんまり意識を向けてなかったんで、どうってことないなと思ってたんですよ。でもね、40歳の時にネットビジネスってものがあることを知って、そのネットビジネスでね、大成功した人がヘリコプターでそばを食べに行く、そしてそばを食べながら、いや100万円なんてすぐなくしちゃいますよ、わははみたいなことを言ってるわけですよ。なんだこれはと思いましたね。で、私もちょっと興味が出てきたんですよ。で、こっからが前回吉谷さんにいただいた質問の回答ですけども、それほどまでにね、いくら借金があっても心が揺れない、そこに意識を向けない能天気に暮らしている久保哲郎がね、なんでねビジネスに没頭して借金を返そうと思ったのか、金持ちになろうと思ったのか、それは実はですね、借金を返そうとか金持ちになろうっていう意識はそこまで強くなかったのはそれまでと同じなんですよ。じゃあなんだっていうことなんですけども、あれ本当に一人で短期間で1億円って稼げるもんなのかなと、ちょっと試してみようかなっていうようなね、興味が出てきたんですよ。そうなんですよ、好奇心、興味なんですよね。本当にできるんだろうか、できるとして自分にはそれができるんだろうか、まあ試してみたわけですよ。そのために、ネットビジネス塾ね、土屋塾っていうのがありましたね、当時ね。そこに入ったわけですよ。で、土屋塾ってのに入ると、いろんなことを教わったんですけども、一番最初にね、私が刺激を受けたのが、10万円稼げる方法を2万円で売ったら誰にでも売れるんじゃないかっていうふうなことを言ってる動画があったんですよね。確かにそうですよね。どうですかね、2万円で商品を買います。その商品には10万円儲かる方法が書いてあって、その通りにやったら10万円になるんですよ。そうすると差額8万円儲かるじゃないですか。その情報を、ノウハウを2万円で売った方も2万円ずつ儲かるじゃないですか。こんな簡単なことがね、今更言われて確かにそうだと思うんですけども、私はそれを真に受けてね、じゃあ10万円稼げる方法本当にあるんだったら教えてくれよって感じでその塾に入ったんですよ。そうすると一番最初のカリキュラムが それだったんですよね。一人で10万円、20万だったかな、最初の1週間で20万円稼げる方法みたいなね、そういうのがあって、その通りにやりました。結果もその通りに出ました。これが全てです。1週間で20万円儲かる方法が私の手に入ったわけですよ。本当に動画教材は10分ほどの短いもんですよ。10分の動画教材の内容をこっちのパソコンで見て、見たと同時にこっちのパソコンでやると、そうすると売り上げが上がって、あれよあれよと20万になったわけですよ。じゃあこの20万の稼げる情報を私はね、19,800円、2万円でね売ってみようかなと思ったんですよ。で、当時私の YouTube は全く育ってなかったんで、本当恥ずかしいんですけどね、 Facebook は友達500人ぐらいいたんですよ。今5000人ですけどね。で、500人ぐらいの友達で、記事もろくに書いたことはないけど、なんとかなるかなと思って、私はそこにですね、20万円稼げる方法、2万円で売りますみたいなことを書いてたわけなんですよ、拙い字で。そうすると50人ぐらいの方が教えてくださいっていう形で面談を希望されてきたんで、じゃあ面談2時間で19,800円いただきますけども、じゃあ私の目の前で10万円、20万円とちょっと売り上げ立てていきましょうって感じで、2時間の間にね、やっぱ売り上げをこう立ててもらったわけですよ。そしたら私のその面談を受けた方っていうのはパソコン持ってくるわけですけども、パソコンの、自分のパソコンの中に売り上げがこう上がっていってですね、そのパソコン持って帰れるわけですから、びっくりしますよね。で、私も安心ですよ、約束通りにできたんで。で、明るい顔して2万円払う、明るい顔して2万円もらう、グッドみたいな感じですよね。で、それで私思ったんですよ、この方法だけでも1億円稼げるなと。というのがね、1人から2万円もらうってことは、1日に5人を教えると10万円の利益が出るわけですよね。で、それを3年間やったら1億円じゃないかってことで、3年で1億は達成するじゃないか、たった1人でと思ったんですよ、ね。それまで私は会社の経営とか店舗の運営をしていて、10人がかりでね、社員で1年間で1億円っていうのは作れなかったですね。10年ぐらいやって3億円でしたね。で、3500万ぐらいの経費がかかったんで、10年かけて人を集めて、
私は5000円の負債を作るようなことをやってたわけですよ。それが私の冒頭でお話した3500万の借金のまあからくりなんですよね。で40歳になって本当に1億って一人で稼げるのかなって興味を持ったんで、インターネットのビジネスに入ってみて特化してみて、やったら3年間で1億円をね大きく超える金額が手に入って、じゃあ借金返すか、じゃあ滞納した税金返すか、まだお金残ってるから家買うかっていうノリだったんですよ。通常2000万から3000万の借金って多分ね、70歳前後までコツ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 と一生懸命毎日ね15時間ぐらいの仕事をしてね返すもんだと思ってるでしょ、思いますよね。私はそういう考え方ないんですよ。どっかで一発当たって帳尻が取れると思ってました。でそれが私はね、インターネットビジネスアフィリエイトだったんですよね。本当にね、アフィリエイトにはものすごく助けられましてね、いろんな学びもあったし、アフィリエイターっていうのにこういう方がランキングに乗る有名人なんだってことも分かりました。あのアフィリエイターって各 ASP でね、いろんな ASP があるんですけども、ランキングが出るんですよ。で一番最初は自分自身のランキングが出るぐらいなんですけども、あのまあ VIP とかね、トリプル VIP とか、それからブラックとかね、トリプルブラックとかで、スターとかね、5スターとか、そういうふうな、まあ、ランクがあるんですよ、アフィリエイターには。その全ての最上位を取ってみると思ったんですけども、あ、私は全国でトップ5位なんだなと思いました。でそれが18週間ぐらい続いたんですよ。でそのアフィリエイターをなんで辞めたかっていうと、まあ、理由はいくつかあるんですけども、一番大きいのはアフィリエイトって他の人の商品を紹介して一部手数料をもらうんですよね。だから定価が30万のものを売ってあげたのに5万円しかもらえないんですよ。いや、それだったら30万のものを売って30万欲しいじゃないですか。ですんで私はアフィリエイトを辞めて自分の商品を売るだけにしたんですよ。それが速価塾という商品です。それが未だに続いてるんですけども、当時は一括での入金をね希望していましたし、シーズンごとに違う速価塾っていうのは、まあ基本的には30万なんですけども、高い時には120万っていうね速価塾だったんです、うん、で今はね30年ローンで OK よ、頭金3万円で OK よって形に速価塾はしてますんで、非常にね参加しやすくなりました。これ2018年で1000人入りましたからね。だからびっくりしましたよね。1000人で最低3万円払うんで、それだけで3000万じゃないですか。でそれまでも私ね、3年間で1億円以上稼いできたんで、そこまでねびっくりはしなかったんですけども、以前の私の売上ってのはアフィリエイトですから手数料、売上の一部ですよね。で今回は売上の全部です、2018年以降。そうなるとどんだけ私はね無駄なことをしていたんだなと思いますよね。要するに商品を作った人の利益が一番大きいんですよ。私はその中の、まあ、7、8分の1の手数料をもらってるってだけですから、だからやっぱりね、自分の商品を売るってことがビジネスですよね。で自分の商品がなかったらしょうがないから、他の人の商品を高い手数料でね、倍価の 50% ぐらいもらわないと合わないと思いますよ、だからそういった形でね、私は今はコンテンツ販売ということになってきますし、もっと言ったらコンテンツの販売すらしていないというね、単なる隠居、 YouTube を上げてるだけという形になりました。吉谷さん、お分かりいただけましたか。オチとしてはね、私はね単なる好奇心と自分にもできるかなぐらいの軽い気持ちだったんですよ。でその代わり徹底的にやってできなかったら文句言ってやろうかなと思いましたね。いや私ぐらいやってない、やってる人はいませんよと。いや私と同等かそれ以上やってる人がいたのは見してくださいと、多分いないですよっていう心持ちでした当時は。で結果が出なかったらどういうことやこれって言おうとしたんですけども、初日から結果出たんでねはい、最初の1日からで、カリキュラムね34話ぐらいで送られてきたんですけど、私はね17話ぐらいまでしか見てないんですけども、もうその塾すらいらなくなったというところで、今はね私自身が儲かる方法を多くの方に伝えていく立場になったということですよね。本当にね好奇心とかどうなるんだろうっていうのが私は強いんですよね。だから借金を抱えたりとか、もうニッチもサッチもいかなくなった時に自分はどうなっちゃうんだろうって興味があってね、なんか冷静に自分の人生が変わりゆく様を見てみたいなと、いい方向にも悪い方にも、だから暴落や転落ってのも私ね、いや私がね地の底を這いずり回るような人生に入ったらどういう風になっちゃうんだろうっていうのは結構ね客観的に興味があるんですよね。で未だにそういう機会は訪れないんですけども、
どちらかというとね、稼いだらどうなっちゃうのかなと思ったら、稼いだら田舎に引っ込んじゃいました私は。人とやる仕事にろくなことがないんで、自分でやればいいというね。でしかも仕事ってものすらもうね、意識してやってないんですよね。なんか楽しいことをやったりとか、みんなで、なんかやろうぜとかね、それからまあぼーっと棒立ちしてれば、いろんなものを頼まれて、いくらいくらでやってくださいっていうふうにこっちが要求したわけでもないのに、まあそういうふうな段取りになってね、で断る理由が見つからないからやってみたら、まあまあの結果がいつも出ると。だからお礼に商品の販売してる方からね、謝礼をいただくと。これやってることはアフィリエイターと変わんないじゃんと思うんですよ。現象としてアフィリエイターと変わんないんですけども、ただね、内容がだいぶ違うなと思います。私は気が向いた人の商品を自分が使ってみて思った通りに紹介すると、だから利益優先でアフィリエイトをやるよりは楽ですね、かなりね。自分がいいと思った商品を自分のね、何の枠組みのない言葉で紹介していいわけですから。でもやっぱりね、案件、企業案件とか言って紹介を人に頼むものは、このキーワードは絶対入れてくださいとか、あとね、ご自身のストーリーをちょっとだけ喋ってくださいとか、速稼塾ってキーワードは塾を売る目的では出さないでくださいって言われたりとかね、いろいろと制限がかかりましたね。まあ、ということでね、吉谷さんお分かりいただけでしょうか。私はね、好奇心でただ自分にも1億円稼げるかなと思ったくらいなんですよ。結論はね、もうお分かりのように全然稼げるということですよね。なんで私もね、やってることがそんなに変わってるかってあんまり変わってないです。最初から自己アフィリエイトやって YouTube 上げると、たまに SNS 以上って感じですよね。だから誰もがやってることをやってるだけなんですよ。ただししつこくです。そんなところですかね、吉田さん。それではおやすみなさい。